今日はですね、小学生向けのっていうのに題してですね、マーケティングを事業として教えておられる、YouTube のチャンネルがありましてですね、3C とか、それからゲーム理論ですね、まあそういったところ、で他もまあいろいろやっておられると思いますんで、今日はそういったことをお聞きしたいなというふうに思ってます。まあ、世の中にも凄腕マーケターと呼ばれる最近、ですも、近郊西野さんとか、あとは USJ の良花さんとか、いろんな、まあ、すごい方々がいる中で、自分は何を提供できるのかなということを、ちょっとずっと、ここ何日か一週間か考えている中で、二つあるかなと。で、今日、ご提供できる内容、まず一つ目は、手触り感ということで、どういろんな、まあ、ビジネスのノウハウとか、まあ、マーケティングの話とかを日常に落とし込めるのかな、みたいなことをちょっと取り組んでいます。なので今日、まあ、手触り感という話で、まあ、私ができるんだったら、まあ、自分もできるんじゃないか、みたいな、まあ、そういう手触り感の内容を今日お伝えできるかな、っていうのがまず一つありますと。で、もう一つが、本当に使えるネタということで、結構知ってると、できるって、まあ、全然違うなということを思っています。フレームワークってよくありますし、私も会社で使ったりするんですけども、使い方はあるけども、当て込んだけど、じゃあこれどうするみたいなところって、なかなかちょっと、なんか使う脳みそ違うよな、みたいな部分とか、あと成功事例とかってたくさんあったり、まあ、知ってることとかも大事だとは思うんですけども、それをたくさん知るのに使う脳みそと、それをじゃあ実践して使うっていう脳みそって結構違うんじゃないかなっていうふうに思いました。子供たちが YouTuber になりたいって言った時に、じゃあやってみなよとか、もしくは、いやそんなのならない方がいいよなのか、まあいろんな声があるかもしれないですけども、周りにやったことがない人ばかりの世界に子供たちがいるのも、なんかかわいそうだし違うよなっていうことで、だったら自分がやってみようということで、ちょうど2年ぐらい前ですかね、にやってみました。半年間でですね、動画118本、この今週、改めて数えたんですけど、月20本ですね。で、多い時、休日ですね、13本1日上げたこともあるんですよ。で、とにかく突っ込んで、あの時期2年前って、とにかく毎日上げろ的な風潮があったんで、上げたと。で、118本半年上げて、どんだけなったかっていうと、チャンネル登録86人ということで、100人は行くだろうと思ったんですけど、全然行かなかったのと、逆にですね、登録いただいた86人をめちゃめちゃ大事にする YouTuber みたいな感じで、まあそういう、なんですかね、大事さっていうのを改めて感じさせてもらったと。で、こっからの話なんですけども、もう一回マーケティングを一からちょっと勉強しようと、逆にマーケティングの授業を少ないリソースで伸ばしてみたら面白いんじゃないかっていうことを考えてみましたと。で、実際に、少ないリソースでやっていったら、去年の、8月に、逆にそこから伸び出して、今2000人になったという感じです。で、アップした動画が、こんな感じで、2001年になってからは、まあ、5本。実際その動画で、コメントがですね、結構温かいコメントが多くてですね、ポジティブな意見を非常に、まあ、いただけるようになったという。今日の、まあ、授業というかセミナーを受けるメリット、これはですね、なんかマーケティングって楽しそうみたいな、まあ、そう思っていただけるような内容を今日ちょっと紹介したいと思います。で、そもそもなんでこんなことしてるのかという話になってくるんですけど、基本はまあ地域の活性化です。ある意味地域企業と、まあうち、まあ私自身、もしくはうちの会社を含めて、まあ運命共同体だというふうに考えています。要は、限られたパイを、利益を奪い合っていってしまうと、どん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 、ま、地域の魅力は低下、価値も減っていって、人が、ま、離れていってしまうと。で、それよりも、こういった消耗戦という考え方よりは、温泉という考え方で、利益を奪い合うではなくて、利益が溢れ出てきて、そして地域の価値がどん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 向上し、人が集まってくる。まあ、そういったことを目指した方がいいよな、という、考えを持っています。解決策が見つかると、これもう全部ネタバレをしてるんですね。人材確保のこの部分もですね、実際どうやったらうまくいくかみたいなことをセミナーにして、地域の企業さんにどうぞっていう感じで、もうお配りしているような感じでやっています。
で、今回、その小学生の息子をペルソナにしたマーケティング授業を大人受けするわけという、内容を、話しします。で、授業を受ける前の注意点があります。これはですね、再現性を高めるために、縛りルールをですね、私自身が課しております。で、これどういうことかというと、縛りルールでですね、娘の部屋で、観光を活性化するという、縛りをしています。地域を盛り上げるって言ったときに、その地域にいないと盛り上げれないっていう考え方じゃないやり方をもっとできるんじゃないかなと。で、今コロナで、まあそういう考え方っていうのは多分根付き始めてると思うんですけども、私これ活動したのがコロナ前の2019年の7月から活動していて、一人で日本一早くステイホームを開始しておりました。で、ステイホームしながら、娘の部屋でどうやって、盛岡に人呼び込もうかな、みたいなことを、勝手に縛りルールを設けてました。そうすることによって、場所を、そこにいたからこれできたんだよね、みたいな、そういう場所による何々できた説をまず払拭できるなっていうのと、あとは人のつながり、匿名でやってるんで、人のつながりも一切ゼロにして、予算もほぼゼロ、サイト代ぐらいですかね、ゼロ。で、あと、仕事、子育てみたいなことをしているんで、時間もない中で、再現性高いものが生まれるんじゃないかという、ド M な取り組みをさせていただいておりました。で、まず、価値、強みの作り方ということで、結構やっぱり自分の強み何かなとか価値何提供できるかなって私自身もよく考えたりするんですけども、なんか意外となんか自分の強みを活かしたいけども何に活かせばいいかなっていうのって結構意外とわかんない部分もあるかな。相手の強み弱みを踏まえた上で自分の強み弱みをやると価値が出てくるよっていう話です。例えば、めちゃくちゃ品質のいいものを作り上げて、自社の強みを活かして、お客さんに提供して、ドダーって出したとしても、いや、まあ確かにいいけど、そこまではいいよね、みたいなことって結構起き始めてるなっていうのを思っています。まあ、なんか営業の現場サイドと、マーケター側の空中戦の戦いみたいな形で、結構ぶつかり合うこともあったりするみたいな。むしろもっとお客さん求めてるのこれよりも違うところだからそういうのを作ったらくれよみたいなことのそういうぶつかり合いって結構この自社の強み起点に考えると起きてしまうのかなと。で、逆に他社の商品の弱い部分を起点に考えると結構お客様が今利用している中でこの部分めちゃくちゃ使いづらいんだよなみたいなことのその負の感情をすでに抱いているケースが結構多いなというところがあります。その他社が持っている負の部分を起点に自社の強みを伝えた方が結構価値になりやすい。自分の強みよりも相手の弱みを補完するという考え方をした方が価値を見つけやすいという。ここを考えた上で自分は何の価値が提供できるのかなみたいなところが結構ヒントがゴロゴロ転がり始めてきてます。で、その上で自分が考えた価値が匿名で勝手にやってるので誰からお金をもらって、情報を発信してるわけでもないので、まあ好き勝手なんで別にしがらみがないですよということと、まあ即時性ということで、まあ大手メディアよりは、素早くできるかなと。で、あとは情報選別で、私結構旅行行ったりするケースの時に、本当にいいものって、なかなか見つけるのに苦労するな。って言った時に、こんなことをやりましたっていうのが、例えば、忖度なしで、地元民が伝えたい、ガチで、ここ美味しいですよというお店とかですね。あとは、これ良かったんですけど、旅のしおりも思い出にということで、観光ガイドしおりさんみたいなものを作りました。これはですね、1日で500アクセス、1ヶ月で1500人ぐらい利用してもらったものなんですけど、これどういうものかというと、盛岡に、まあ、今はあれですけど、ライブで遊びに来る人たちがありますと、せっかく来たんだったら美味しい地元のその盛岡のものを食べたりとか、いいお土産買ったりとか、あとは観光スポット巡りしたりとか、なんなら
ライブ行った後、二次会で盛り上がりたいけど、どこのお店がいいんだろうみたいな情報って、ライブが目的なので、そういう情報ってなかなか持ってないだろうなと。って考えたときに、娘の部屋縛りの私は考えたんですね。娘の部屋からだったら、しおりを作ってあげて、何時からライブが始まるんで、そのライブに行くためには、この場所にまず行って、そこでちょっと食べ物買った上で、このバスに乗って向かってくださいと。で、ライブが終わった後、結構混むんで、こっちの方から行って、ここでお土産買って、ご飯食べて、なんなら二次会してお土産行って、最終の新幹線にこう乗って帰ったら、めちゃくちゃ楽しめますよ、みたいな。そういう、おせっかいなんですけども、めちゃめちゃ細かくかつ、Google マップつって、そういう、旅のしおりを作りました。で、結果的に、ですね、ありがたい言葉をいただいて、アクセスとかですね、見ていただいている人がいましたという話です。自分の強み起点だとなかなかアイディアってなかったんですけども、相手のまあ強みとか弱みを見て補完するということをすると、結構アイディアが出てきますし、もともと自分が持ってない強みでも、今持っている、負に、もしくは弱みなところを補えるみたいなことが逆に強みになるみたいな、そういう話です。で、次二つ目。ライバルへの勝ち方ということで、基本、戦わないように、やると。で、私自身、YouTube でおかしな小学校っていうのを作ってるんですけども、まあ、基本、子供たちにもわかるようにという、形で、うまい棒を例えば授業をいろいろ作ってるんですけども、基本私誰とも戦ってなくてですね、何してるかっていうと、なんか子供たちが YouTube 見て、なんかビジネスの話とか見てたら、うまい棒合うから面白いよね、みたいな感じで、そんな感じになんか YouTube だったら面白いなっていうことを、勝手に思っています。で、そんなことしてたら、よく言われる、要は MBA とかのマーケティングのビジネスフレームワークで検索をすると、軒並み1位とか2位とか、取れるようになってきて、こういうの調べると、サラメ味、サラダ味出てきたり、明太味出たり、チーズ味出てきたりしてきてるんで、めちゃくちゃ面白くて、面白いなという話です。で、その上で、意識したことが、基本ユーザー層って初級ほど中級の方が多くて、上級が一番少ない。結構、マーケティングとかビジネスの話って、社会人向けが、まあ当然、主。なんで、まあ難しい話とか横文字多めみたいな感じが、まあメインなことが多いなというところを思ったんで、であれば自分はなるべくそこと戦わないように親子向けにして、かつ難しいんじゃなく、めちゃくちゃ優しく話にして、あと横文字よりもうまい棒を多めにするということで、土俵をあえて変えて、戦わないように、必死に逃げながら、挑んでいると。で、そしたらですね、親子向けなんですけど、だいたい大人8割と、真ん中が30代、40代とかなんですけども、大人8割みたいな感じ。じゃあ、戦わないって言った時に仕事において、どうやって戦わないで勝つか、戦わない勝ち方をですね、実はこのさっき話した人材確保のとこでやりました。この会場で、根元ってどこかって考えたときに、多分皆さんお気づいたと思うんですけど、入り口なんですよね、この会場の。なので、自分の周りのブースだと人がうよいよあるんですけども、会場の入り口行ったらみんなそこから入ってくるんで、そこ根元なんで、そこでアプローチすれば、効果を、成果を少ないリソースで最大化できますし、そこから流れてきた人を奪い合いじゃなく、その時点で、もうどん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 流し込んでいくみたいな。こういう感じで根元を抑えるっていうのは結構肝ですと。小学校から三層通りを子供たちが踊ってるんですよね。なので、子供たち必ずみんな無料化の人たちは大体三層通りだと踊れて、で、私もそうでした。で、大人になると、今私の子供たちが三層通りを踊ったりするのも見れますし、教えれますし、それでコミュニケーションを取れたりする、みたいな形で、結構大人になってから教えるよりも、もう子供の時からそこを取りに、根元を押さえに行ってるな、っていう、話ですね。なので、根元がどこかっていうことを常日頃考えていると、結構、戦わないで勝てる場所がありますよという、話です。
最後ですね、三つ目が認知の広げ方という話をします。グイーってずっと右肩上がりになった、大きな理由があります。で、これ何かというと、絞るという話です。で、私、実はですね、100本以上の動画をもう試しに全部非公開したんですよね。そしたら、それだけで伸びていったっていう。で、結構絞ることって、非常に大事です。これ、YouTube でポジショニングうまい方って調べてもらうと、結構ここら辺の詳しい話に載ってるので、まあ、もしよかったら時間を見ていただければと思います。マーケティングは難しそうみたいなことがよく私も思ってたんですけども、結構大事なポイントを絞ると、弱みを補完するっていうことを、考えた視点を持つと、なんか、マーケティング難しいっていうのを、じゃあ息子にもわかる内容にしちゃおうとする。もしくはもう息子に相談しながら、この横文字わかるみたいな感じで、この横文字、例えば機械って言った時に、機械って何ってよくわかんないんで、チャンスだねみたいな感じにしたりとか、そういう、言語変換を子供たちに手伝ってもらいながらやっている。ことをしています。あとは、根元を抑えるということで、まあ、酸素取りの話じゃないですけども、まあ、子供たちを、まあ、抑えに行くというか、子供たちにアプローチしてみたりとか、あと、検索上位を取るみたいなこととか、あと、絞るということで、もう、動画100本以上非公開にして、専門チャンネルと、あと、無意味なうまい棒絞りのルールを、課していると。で、そんなこんなで、小学生の息子をペルソナにしたマーケティングの授業は、まあ、大人、受けするわけという、話になります。今やってる取り組みは基本的に個人活動なので、まあ、ぜひ応援いただきたいなと思います。